今回紹介するミニカーはこちらです。ミニ GT マクラーレンセナです。来月トミカプレミアムで出ますね。こっちから紹介してみます。このミニ GT っていうのを最近買い始めたんですけど、なんか出来が良さそうですね。価格は安くなって1000円ちょっとです。結構お買い得です。こちらはイラストです。メーカーは香港みたいですね。ホログラムシールが貼ってあります。では開封します。透明なシールに包まれています。こんな感じです。おお。いやー素晴らしいですよ。これはまずは左側面、正面でもって右側面、後ろ、真上、真下です。真下はツルツルです。まあ見えないからいいんですけどね。その分見えるところに凝っていただけるとありがたいです。タイヤはゴムっぽいものです。素晴らしい。オイルも細かいです。これが1000円ちょっとで販売できるんですね。サイドミラーもついてます。サイドミラーはゴムなんですね。とてもいいです。ライトも透明なプラ板が入ってます。この部分を塗装されてます。青色です。中を覗いてみます。内装も細かそうですね。下の部分からも覗けます。ハンドルの根元から棒が伸びてます。ライトとウインカーでしょうか。すごい細かい。リングの造形も細かいですね。おお、かっこいい。タンポ印刷も細かいです。
いやもうこれは買いでしょう。とりあえずこれは品質問題なかったですね。すごいです。驚きのクオリティです。